おはようございます。おはようございます。これより令和4年2月第2回松阪市議会定例会を開会いたします。議案説明のため市長以下関係者の出席を求めましたからご報告をいたします。本日の議事はお手元に配布いたしました議事日程第1号により進めることにいたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第86条の規定により議長において5番奥出佳代子議員、20番松岡恒夫議員を指名いたします。日程第2、会期の決定を議題といたします。会期につきましては去る2月8日に議会運営委員会を開催し協議を願いましたので、この際議会運営委員長よりご報告を願います。19番沖和也議員。おはようございます。去る2月8日に議会運営委員会を開催いたしまして、今期定例会の会期につきまして協議をいたしました結果、本日から3月17日までの31日間とすることに決定をいたしました。なお議事予定につきましては配布されております議事予定表のごとく進めることに決定をいたしましたのでご報告をいたします。以上です。はい、お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長のご報告通り、今期定例会の会期は本日から3月17日までの31日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は31日間と決定いたしました。日程第3、議案第2号令和4年度松阪市一般会計予算。日程第4、議案第3号令和4年度松阪市競輪事業特別会計予算。日程第5、議案第4号令和4年度松阪市国民健康保険事業特別会計予算。日程第6、議案第5号令和5年度松阪市、令和4年度松阪市介護保険事業特別会計予算。日程第7、議案第6号令和4年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算。日程第8、議案第7号令和4年度松阪市個別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算。日程第9、議案第8号令和4年度松阪市農業集落排水事業特別会計予算。日程第10、議案第9号令和4年度松阪市住宅新築資金貸付事業特別会計予算。日程第11、議案第10号令和4年度松阪市水道事業会計予算。日程第12、議案第11号令和4年度松阪市公共下水道事業会計予算。日程第13、議案第12号令和4年度松阪市民病院事業会計予算。以上議案11件を一括議題とし、議案11件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。高上市長。おはようございます。令和4年度当初予算を提案するにあたり、議員の皆様、市民の皆様に基本となる私の考え方を述べさせていただきます。令和3年度は長期化する新型コロナウイルスの蔓延に対し、常に今何が必要なのか、何をやるべきかを考え、国の臨時交付金も活用しながら、多方面にわたるさまざまなコロナ対策事業を適時、
適切に行ってまいりましたが、対応に追われた1年であったと感じております。一方ではギガスクールを前倒しして実施してきたことにより、小中学校の児童生徒に配布したタブレット端末を活用しながら、緊急事態宣言下においても学びを止めない対応をすることができました。また43の住民自治協議会がスタートを切ることができ、すべての地域で地域の特性を生かした地域づくりが始まりました。このようにこれまで着実に進めてきたものが結果となり現れた1年でもありました。また三重徳若大会の中止をはじめ、三重松阪マラソンも2度目の延期となりました。そうした中、東京オリンピックに松阪市出身の土性沙羅選手、川端魁人選手の出場をはじめ、夏の甲子園には三重高等学校が7年ぶり13回目の出場を果たし、その熱戦はコロナ禍の中、松阪市民に大きな感動と希望を与えました。改めてスポーツが持つ力を認識いたしました。さらに新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、当初の予測を上回る 86.7% の方が2回目の接種をいただきましたが、令和4年度は3回目接種に加え、5歳から11歳への接種を市民の皆様に安全で安心して生活していただけるよう迅速かつ適切に進めてまいります。さて、令和4年度は社会や経済が大きな変革を迎え、本格的に動き出す1年になると思っています。コロナ禍による DX デジタルトランスフォーメーション、デジタルによる変容と、訳されますけれども、一般的には DX という言葉かと思います。 DX は加速し、暮らしや働き方を変えました。さらにカーボンニュートラルをはじめ、地球環境に対する人々の意識の変化は企業の生産活動に大きな変革をもたらしています。総じて言えば、価値観の変化が社会を大きく動かしていると感じています。私はこのような急激な社会の変化に対応し、地域の独自性を持ってチャレンジすることが大切であると考えます。そのことから令和4年度を挑戦の年と位置づけ、変化に対応し取り組んでいく1年とする新しい挑戦予算として編成をいたしました。コロナ禍を教訓として、急激な社会の変化に柔軟に対応し、スピード感を持って挑戦した自治体だけがたどり着ける未来があると思っています。次に、令和4年度の予算編成にあたっての3つの視点を申し上げます。まず1つ目は、アフターコロナを見据えた地方創生です。観光事業と社会的つながりの充実を図り、関係人口や交流人口の増加を目指してまいります。令和4年度は三井高利生誕400年にあたり、観光文化の両面でさまざまな事業を進めるとともに、世界的にも知名度のある松阪牛や松阪鶏焼肉を組み合わせ、お肉の町として PR を行い、観光客誘致につなげてまいります。また、
昨年募集を行いました。社会的つながり創出提案募集からのアイデアを事業化いたします。中でも松阪ワクワク定期便については新たな手法への挑戦として民間から公募を行い、一定の成果があれば成果報酬を支払う松阪市版成果連動型民間委託事業として実施いたします。二つ目はカーボンニュートラルへの取り組みです。2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、公共施設への太陽光発電設備設置に向けた可能性調査や、自治体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の抑制等を推進するための実行計画等を策定するとともに、まず本庁舎など4施設に太陽光パネルの設置や、森林を活用した CO2 の吸収に対する国が認証する J クレジット制度の活用など、脱炭素の実現に向けスタートを切ります。また市内の中小企業も今後カーボンニュートラルへの対応を求められることが予測されることから、対応方法や理解を深めるためのセミナーの開催や、省エネ最適化診断、省エネ機器、再生可能エネルギー導入の支援を行います。このように、松阪市のカーボンニュートラルへの取り組みとして、自治体としての CO2 削減と、市内中小企業への支援の2つの側面から取り組み、松阪市全体の脱炭素化を目指してまいります。3つ目は、子どもたちへの支援など、福祉の充実です。私は就任以来、子育て一番宣言を公約に掲げ、進めてまいりました。令和4年度も、不登校対策や、潜在保育士の登録制度など、新規事業を入れながら、今後も継続して進めてまいります。また、身近な相談を地域で受け止める重層的支援をスタートします。以上が3つの視点であります。では、ここから令和4年度当初予算の編成にあたっての歳入歳出の大まかな考え方についてご説明させていただきます。今回の予算は、昨年同様、新型コロナウイルス感染症の影響下という特殊な状況での予算編成となりました。まず歳入につきまして、市税は主に個人・法人市民税で、昨年度と比較し大幅な増収を見込んでおります。また地方交付税および臨時財政対策債は地方財政計画の伸び率を勘案し計上しております。各種贈与税、県税交付金など一般財源を構成する市税以外の財源については、経済状況により交付額が上下するものですが、地方財政計画や三重県の予算を参考に全体としては増額になるものとして見込みました。財政調整基金繰入金については20億円とし、財政調整基金残高は令和3年度11月補正後時点の残高約85億円から、令和4年度末残高は約65億円となります。なお、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金約8億円については、申請した実施計画の確認後、
財源の振り替えを行います。次に歳出ですが、昨年度の経常経費の要求基準、過去3年間の決算額ベースを維持することとした配分としつつ、カーボンニュートラルや新たな DX の推進に向けた対応などに約5億円の特別枠、復活枠を設けて対応しました。また昨年度から2カ年で借り入れる合併特例事業債基金造成分で松阪市未来投資基金を積み立てることにより基金残高総額は40億円となります。なお日本経済における現在の原油や素材価格の上昇は市内中小企業にも波及し、今後景気にも悪影響を及ぼす懸念材料とされており、市民生活も影響を受けることが想定されることから、市民生活への支援や地域経済回復などスピード感を持って対応できるように、随時コロナ対策と経済対策を補正予算等により対応をしてまいります。以前より私は任期中の借金を増やさないと申し上げてきたところでございます。令和4年度の臨時財政対策債を除いた市債残高の見込みは267億円であり、今後も2期目就任時の平成30年度末残高290億円を超過することのないよう編成を行うとともに、健全な財政運営を図ることに努めてまいります。以上が歳入歳出の大まかな考え方であります。それではここから令和4年度に新たに取り組む事業を中心に、総合計画に掲げる7つの政策に沿ってご説明をさせていただきます。まず政策1の輝く子どもたちです。コロナ禍において不登校が増加していることから、未然防止居場所づくりと教室復帰支援、 ICT情報通信技術活用の3つを柱とし、生き生き学校プロジェクトとして児童生徒への支援を迅速に行います。保育ニーズの変化に対応するため、4月から第一春日三雲南の3保育園でも新たに土曜日の1日保育を開始いたします。また保育士不足解消のため潜在保育士の登録制度を設けます。第2子以降の出産後における保護者や一人親世帯の心身の負担軽減を図るため、一時預かり事業や松阪ファミリーサポートセンターを無料でお試し利用できる制度を新たに設け、子育てを応援していきます。次に政策2のいつまでも生き生きとです。重層的支援体制の整備に向けた取り組みとして、福祉まるごと相談室を3つのモデル地区に設置し、健康と福祉の総合相談、地域の困りごと相談、地域における支え合い活動などを進め、地域福祉を一体的に推進します。新たに身寄りがないなどにより不安を抱える方に対し、元気なうちにエンディングの準備ができ、安心した生活が送れるようにエンディングサポートを実施いたします。続いて政策3の活力ある産業です。地域経済回復活性化の基盤づくりとして、新規創業担い手発掘の環境整備及び女性起業家支援ネットワークの構築と、市内中小小規模事業者における経営基盤の強化支援の2つの側面から取り組みを進めます。また宿泊者への飲食クーポンやウェブサーチを活用し、
インパクトあるシティプロモーションを展開します。中山間地域において耕作放棄地の増加を防ぐため、獣害に強く一定の収益が見込める薬用作物の実証実験を行います。次に政策4の人も地域も頑張る力です。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により地域の社会的つながりが希薄になりつつあることから、住民自治協議会活動の支援や協議会との共同にしっかり取り組み、地域づくり活動の充実を図るとともに、地区市民センター及び地区公民館のコミュニティセンター化についてモデル地区を設置しスタートいたします。2度にわたる開催を延期した三重松阪マラソンを12月18日に開催し、安全安心な大会となるよう運営に努め、スポーツと連動したまちづくりを進めます。次に政策後の安全安心な生活です。令和3年は交通安全意識の高まりや白線の引き直し等の効果もあり、松阪市では死亡事故が減少しましたが、全国各地では児童生徒が巻き込まれる痛ましい交通事故が発生しました。それを受け令和4年度はより一層確実に通学路等の安全確保を行うため、歩行空間の安全対策の充実を図ります。防災情報伝達手段の多重化高度化に対応するため、防災行政無線デジタルシステムの基盤整備を行います。次に政策6の快適な生活です。26年の歳月をかけた総合運動公園は令和4年度にデイキャンプ場と遊歩道が完成供用し事業完了となります。今後も多くの市民の皆様が気軽に利用できるスポーツレクリエーションの場としてまいります。空き家対策として特定空き家等に対応するため、行政代執行の解体事業費を予算計上するとともに、町中空き家流通促進補助金を新たに設け、空き家の有効活用及び流通の促進を図ります。最後に政策ならの市民のための市役所です。スマートフォンの普及に伴い、より見やすいより探しやすいホームページを目指しリニューアルを行います。 DX の推進では市民の利便性の向上を図るさまざまな手続きのオンライン化や、さまざまな情報が確認できる GIS 地理情報システムの公開など、市民目線に立った DX を推進するとともに、 RPA ロボットによる業務自動化等の導入も行い、業務の効率化も図ってまいります。なお令和4年度は新たに将来にわたる事業費や人員の削減、支出を上回る市民サービスの向上などが見込まれる事業に対し、業格チャレンジ枠を設け、2事業を選定するとともに、職員提案制度から2件の提案を新たに予算化いたしました。以上、令和4年度の主な事業について概要を申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、さまざまな挑戦をしていきたいと思っております。誰のため、何のためを常に問いかけながら、市民の皆様がここに住んでよかったと感じられるような松阪となるよう、誠心誠意努力全力で取り組んでまいりますので、議員の皆様はじめ市民の皆様の温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。